ロバート・ケーガンロバート・ケーガンは、アメリカ合衆国の歴史家、政治史や政治評論家。ネオコンの代表的論者。ブルッキングス研究所上席フェロー、ジョージタウン大学招聘教授。専門分野は、アメリカ近代政治史、特にアメリカの安全保障問題と外交政策に関する研究。父は、イエール大学名誉教授で古代ギリシア史研究者の、 ドナルド・ケーガン。妻は、外交官のビクトリア・ヌーランド。ヌーランドとの間に西がいる。アテネ生まれ。イエール大学卒業後、ケネディスクールで修士号、アメリカン大学で、PhD 取得。1983年に、ジャック・ケンプの外交政策顧問、1984年から1986年まで、アメリカ国務省政策局に勤務し、 ジョージ・シュルツのスピーチライターを務め、1986年から1988年まで国務省米州局に勤務。1997年にアメリカ新世紀プロジェクトの共同発起人となる。1997年から2010年までカーネギ国際平和財団上席研究員とジョージタウン大学昌兵教授を務め、2010年から ブルッキングス研究所上席研究員。2008年のアメリカ大統領選挙では、共和党大統領候補であるジョン・マケインの外交政策顧問を務めたが、ケーガン自身は、いわゆるリベラルホークを辞任しており、民主党のヒラリー・クリントンや、ジョン・ケリーの外交顧問も務めた。2002年に、ポリシーレビュー誌に発表した論文、力と弱さの中で、 冷戦後の世界において軍事力を重視するアメリカ人とそれをほとんど考慮しようとしないヨーロッパ人の世界観が火星人と金星人ほど異なってしまっていると論じ、もはやアメリカはヨーロッパに何事も期待していないと米欧関係の変化を結論したことで政治的にも大きな議論を巻き起こしネオコンの論客として一躍脚光を浴びることとなった。 イベンツイニラクオープンドアフォーインターベンショニストリバイバルヒストリアンセーズジェイソン・ホロビッツニューヨークタイムズジューン15 2014イノーギュラルミーティングオブセクレタリークリントンエスフォーリンアフェアーズポリシーボードリトリーブド2012年2月19日カレントボードメンバーズステートデパートメントウェブページリトリーブド2015年3月29日ありがとうございます